もうそこです。あ、そうですか。見えんでしょ。そこにあるんです。見えないです。見えません。流し終わったところだと今空間だったところが土で埋まっている状態。あ、はいはい、はい、土を取り出して空間を作っている。うーん。でその時に土に付着している土をですね、全て削り取らず洗い出さずにそのまま残した状態。だここにあった土を僕たちが塗ったり吹きつけたりしたわけではない。え、分数案の時みたいな。すごいな、マジディズニーランドのアトラクションみたいな。おー、出れるんですね。洞窟っすよ。洞窟ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それ着いた。ジブリみたいですね。そういう感じですよね。今日使っていただくカトラリーとか器とか、それからちょっとしたああいう水差しとか、彼女が着ているエプロンとかです。この建築も全部あの僕の友人が作ってくれた。そうなんですね。エプロンまで、はい、あのまあ、ジブリっぽく感じるのはみんなにコンセプトとしてはどこの国なのか何時代なのかわからないっていうのをコンセプトにして、あとこの建築家にはできるだけ普遍的で、うん、マッシュで頑丈で、あとは時間とともに価値が増すようなものが欲しいというオーダーでできた。こういうのはあるんですか、世界に。いや、洞窟を使ってレストランをやったりですね、あのホテルをやったりっていう話はあるんですけど、一から洞窟作ったっていうのは多分人類史上初めてだと思う。あとなんか何でも質問あったら聞いてくれたら。いや、もうなんか質問しかないですよね。そう、若い時からなんかこういう自分の家に友人を招くっていうのをやりたくって、もうなんかそのレストランっていうコンテンツがもうちょっとあんまり好きじゃなくって、うん、もっと自由に過ごせる、うん、なんかエンターテインメント性があったらいいなと、うん、でここはあの、まあ、食べることも大事なんですけど、僕は一番大事な出会いが大事で、あと空間とか音楽とか香りとか、やっぱ飲食店が一番その総合芸術として表現できるんじゃないかな。ですからコースの値段っていうよりも、あの僕らはダイニングエクスペリエンスって言ってるんですけど、この一晩の体験をご提案したいなという思いで毎日やっております。体験価値ですよ。まずこちらはですね、季節のものなんですけど、セルフィーユというハーブがあるんですけど、ケーキの上にちょっと乗ってるあのミントじゃない方ですよね。それの根っこをローストしたものと、それから僕が毎日食べてる大好きなオリーブです。両方手でつまんで召し上がりください。はい、ものなんですけど、この季節にしか食べられないものです。カッシーから聞いて、はい、カッシーが IKKO さん来るっていうから、どんだけが来るんですか。絶対言わないんですよこれ。こちらグジェールといいまして、フランスのブルゴーニュ地方のおつまみ、シュー生地のようにチーズのようなものにチーズを練り込んで焼き上げたもの、ラクレットというチーズで作ったものです。すごい軽いですね。あのちょっと熱いですけども、手でパカンと割って召し上がってください。わー、すごいチーズの香り、いい香りですね。うん、チーズの香ばしい香りが、シュー生地みたいです。なんかこういう場所なんで、あんまりイノベーティブな料理じゃなくて、今日はあのシンプルなものを、うん、したいなと思います。僕はあのもう30年ぐらいフレンチしかやったことないんですけど、ここは世
界中から人がお越しになるということで、うん、あんまりフレンチにならないように心がけてるんですけども、どうしてもなっちゃいます。総工費っていうか、今どれくらいだったんですか。ベロベロの時じゃないと言わないですあ、そうなんだ。恥ずかしいから10年前にここの土地見つけて、でプロジェクト始まって、作るの10年かかりました。構想だけで 3年って先ほど聞いたんですか。構想3年です。構想というか、最初にここの模型ができてから3年、工務店を見つけたりとか、着工するまで3年かかって、工事自体は7年かかりました。一応あのここ別荘として友人を招いているので、まだオープンしていないっていう。あ、そうそうなんか一番最初にゲストを招いたのが去年の春です。保健所の人も来たらびっくりするでしょ、これね。そうっすね全部営業の場所を取るでしょ。そういうのがやっぱり地方で難しいので、あの建築確認とか消防とか、やっぱり あのかなり前から根回しをして、こういうものを作りますよって図面の段階から、だからみんなにその協力者になってもらって、7年かけて作ってダメですって言われたら笑えないですもんね。こちらはですね、ビーツという赤い根菜とマグロの大トロをタルタルにしてモナカの上に乗せたものでございます。もっと上が撮りたいよね。ドローンエロいですね。エロティカするんですね。資産家なんですか。資産家なんですか。僕は一般庶民です。いやいやいや、庶民の場合27歳で起業して10年ここに注ぐ、しかも丸々多くこの資産家じゃなくて、僕は本当に一般庶民です。庶民ちょっとあの何でも聞いてくださいって言うと全然あの Q&A になってお金系はちょっとなんかね資産はないけど友人はたくさんいます。この建築家の石上純也は10代からの友達 で、一応これがこの辺りでは一番新築です。新築感全くないですこれだから昼間は日の光で入ってくるってことですね。昼間はもう明かりつけなくても外だと思ってる人も多いんですけど、あったかいですねってよく言うから、ね、そう僕もそう思ってました。写真で吹きさらしのパテラス、あのガラス1枚大変ですよ。あれ作るのめっちゃ多分大変ですよ。だってあれ1枚分でしょ。あれどう考えてもめちゃめちゃです。ガラス40枚あって全部形が違うんですけど、この大きいガラス3枚だけ日本でリスクが高すぎて作ってくれなくて、中国で作ってこれ持ってきました。これ中国で輸入したんですね。はい、すげえ。輸送費とか聞いたことないです。怖くてないです。今持ちたのは自家製のブリオッシュです。ブリオッシュ、そちらにパプアニューギニアから友人が輸入しているバニラを練り込んだバターを添えてあるので、ぜひこれをあったかいうちにお召し上がりください。招待制なんですよね。招待制なんて言うんでしょう、まあ、あんまり人に勧められる場所じゃないんで。いやいや、勧められますよこれな。やっぱりあのご理解いただけるのと、まあまあ普通じゃないので、うん、なんかね、ちょっと新しいとこできたし話題になってるから行ってみようみたいな人だと相性が悪いんじゃないかな。あ、なるほど。グラメゾンに行く感じで来たらちょっとなんだこれみたいな。ドラマの撮影の依頼とか来ないですか。あります。ああ、基本撮影全部断ってるんですけど、ただそのプロデューサーの人とかが気があったりすればやりますけど、縁だ、縁で繋がってる。そうですね、はい、下関のトラフグですね、これ、それにホオズキと、それからフランスのキャビアを合わせたものです、ね、これはあのフグでホオズキとキャビアをくるむようにしてお召し上がりください。へー、ホオズキっていいですね。いいですね。それとこのバネラ感が割と美味しいですよ。合いますよ。一気に洋食になった。また違いますね。ヒュルクテだと。フグ単体で、あのフグの食べ方だとワインに合わないんですけど、うん、いかにワインにつながっていくかっていうのがやっぱり大事です。うまいっす。
美味しいよ、うん、本当美味しい。 YouTuber っていうのは聞いたんですけど、はい、で今日の昼にみんながこんな人だよって見たんですけど、はい、僕めちゃめちゃ見てました。でも結構前ですね。まだここ始まる前によく見てました。めっちゃ嬉しい。ちょっとここがどうやってできたか動画があるので、はいはいはい、もともと畑だった場所です。そこに穴を掘り出すんですけど、いやこれ普通の工務店さんとか無理でしょ。そうですね、だから工務店探すのに2年ぐらいかかりました。僕はあの人に何かを頼むときはあんまりああだこうだ言わないんですけど、まあ、ちょっといやいやこれああだこうだ言わなかった少しヒントをくれって言うから、まあ、さっき言ったなるべくマッシブで普遍的で時とともに価値が増すようなものだよって言って、最後に言ったのが100年前にもあって100年後にもありそうな、うわめっちゃむずいお題ですそんなのめっちゃ出してます一番困る。ただ1年あ1ヶ月後に事務所に来てくれって言うから行ったらこの儲けができていて、あ、うん、でも僕は100年前って言ったはずなのに、うん、彼は1万年前って言ったはずなので100倍になっちゃったから、うん、ちょっとやりすぎちゃったなと思って。何十回はしてるんですか。資産家っすね。やっぱり東京からね憧れるようなものを地方は作らなきゃいけないんですけど、これ六本木じゃ絶対できないわけですから。できないですよ。こちらはアワビで作ったエスカルゴ風です。好き。みんな大好きな感じだと思うんですけど、多分このエスカルゴ風をアワビでやってる人っていないんじゃないかな。アワビでサイズいったらついつい頼んじゃうんですよ。いしゃいしゃだめだよ。サイズもちろん。こちらにはですね、レーズンの天然酵母で焼き上げたバケットをお持ちしたので、そちらと合わせてみてください。ああ、うまっ。これはうまい。今日パン全部焼いてるのはすずちゃんって言って、まだ22歳です。すずちゃん22歳なんですか。20歳の時に出会って新卒でここに来て初めてパン焼き出して、あらあらあら、すずちゃんって今時の髪ですね。ね、色、まあ、全くパンの設備とかなくて、おでんの種類やるって本当にね、もう大変なんですよ。すごいですよ。全てをここで作られてるわけですね、はい、これめっちゃうまいですよ。これうまいですよ。フレンチやってたら誰でも作れるんですよね。そうなんですか。でも普遍ですよね、みんな好き。そうなんです。10年間本当大変だったけど、こうやって皆様が喜んでいただけるんで、そういうのが自分のなんか辛かったことも笑い話に変えたりして、これ喜ばない人いないですよ。日本中に観光資源のないもうどうしようもない街ってあると思うんですよ。シャッター街とか、ああいうところで住宅街でできるわけだから、もうどこでもできるんじゃないかって若い子に伝えたいな、うん、そうですよね。できないっすよ。成功体験、まあ、これと同じものはできないけど、10年ですよ。なんかできるなっていう感じ。いや、その姿勢を見習ってほしいと思いますね。グラッティーナといって、イタリアのちょっとクリーミーなモッツァレラにゴールデンキウイとホワイトバルサミコを合わせたものです。これはもう組み合わせの妙というか、それにこの1993年ですね、のシュランブランというワインを合わせてみてください。コシュですね。コシュ、うん、コシュこんな感じです。キウイとチーズ、あー合いますね。めっちゃ合います。チーズが持ってる。フレッシュでもこうなんです。お持ちしたのは今焼きたてのクロワッサンなので、少し、はい、早めに来てます。19年のブルゴーニュが入ってる。19ですよ。アマダイですね。浅の炭で衣にして、浅の炭ソースにウニを添えて、上には秋トリュフを散らしたものでございます。ぜひスプーンに見えるのはポワソンナイフ、ナイフなんですけど、そちらとナイフとフォークでお召し上がりください。はい。トイレ今行ったんですけど、あの作りやと普通に水出るだけで嬉しかったです。外食はされるんですか。いや、僕妻のご飯しか食べない。もしか自分で作る。めっちゃ好感度わかるじゃないですか。超優等生回答ですね。本心にはね、
まあそうですね。俺もそういう。自分の作ったご飯しか食べないですよ。はい、僕そうです。僕料理作ってないようですけど、まかないは今日僕パスタ作りましたけど、まかないだけ作ります。次、これはそもそも。マジっすね。ふーちゃんなんかはもう全然パンやったことなかったんですけど、教えてあげると僕より上手に作るから思ってるっていう。楽しいですか、パン作るの。めっちゃ楽しいです。あ、そうなの。皆さんは山口の方なんですよね。いろいろです。あ、彼は群馬から来ました。名古屋です。あら、彼ここに来るのにスイスに4年ぐらいいました。ちょっとスイスっぽいですね。ハイジがあります。はい、ありますね。ペーター。はい、彼ここに来る前までワインほとんど何にも飲んだことなかったんですけど、今もうほとんどソムリエの役割と仕上がってますし、チョイスもかなりいいです。あ、そうですね。なんかナチュールっぽいですもん。ナチュールっぽいですもん。彼女なんかは先々月までロンドンに。どういうことですか。みんな一国の経歴なんですよ。めちゃくちゃインターナショナルですよ、ここは。だから、ね、僕のビジョンを形にしてくれる仲間を集めてるみたいな。今年何なんですか。あ、じゃあ同い年です。本当ですか。96年前。96です。何これ。何これ。県の宇部牛という宇部で育った牛です。ブランド牛じゃないので月に2頭ぐらいしかもうあの落とさないので流通してない、宇部でしか食べられないので。へえ、牛。フィレ肉を今グリルいたしまして、添えてあるのは北海道の友人が作ったじゃがいもを雪で1年熟成させたものです。それにソースもあの友人がタイからツーマスタードを作ってるんですけど、ツーマスタードのソースにして。どんだけ友人ですか。友人すごいよね。友人たちの糖度が増してますね。すごい甘い。宇部に来なかったら宇部牛食わないですよね、なかなか。シンプルにうまいですよ。美味しい。美味しいですよね。フィレ肉美味しい。なんか、あ、いい。ちょっと食べた。朝に見たいね、この絵。ありがとうございます。こちら夏草を食べて育った牛でできたモンドールというこの季節のチーズです。少しトロッとした状態ですので、これスーちゃんが焼いたあのライブギマーに乗せてるのを手でつまんでお召し上がりください。はい、またチーズが甘い。合いますよ。わー、めちゃめちゃいいっすね。これなんか僕が最近ちょっとエクレア食べたいなと思って作ったエクレアですね。それにあのバナナのアイスクリームを添えたものでございます。またじゃあこの位置なんですよね。だからおしゃれな位置ですね。もう結構焼きたてなんでサクサクなんでザクッといってください。バトルって言ったのありますよ。ポルトガルのマデラ酒を合わせてみたい。なんか中村遥とか合いそうですか、BGM。かけましょうか。いいですか。中村遥か知ってる。遥か中村って知ってる。知ってますか。いいですよね。今日この曲にすごい合うと思うんですよ。いいですよね。多分合うんじゃないか。これちっちゃいスピーカーだけなんですけど、ものすごい気持ちいいんですよ。これ最高の空間じゃないですか。こっちで響いたやつが向こうに響くみたいな感じで、全体これいくわ。そこ同時だから。え、あのスピーカーのこの音ですか。スピーカー移動すると響き方が変わるんですよ。いや今あの音からあそこから出てます。あれしかスピーカーないです。素晴らしいです。時代は進化しない。なんか音響システムみたいな感じですね。振動、あ、音って振動ですもん。あの大きさでこんなに響くんですか。すげー。どうなんかレストランとしてどっちがいいですかね。満腹にした方がいいのか、ちょっとちょっと足りないぐらいで、次に何か、まあ、例えばこっちだったら次ラーメン行く余地を残すとか、その方が次の夜を楽しめるんじゃないかな。僕もそっち派なんですよ。で、二次会に行く楽しみってあるんですけど、そこで終わっちゃいますね、満腹だったら。
ちなみに今今日アナクラスおっしゃってたんで、鶴屋も美味しいし、ラーメン屋ですか。ラーメン屋でちょっとアナクラから横断歩道渡ったところのシューちゃんも両方めちゃくちゃ美味しいです。鶴屋シューちゃん、シューちゃん僕は通常方法はあれです。シューちゃんのラーメンが好きです。へー、シューちゃんはもう典型的な梅ラーメン。へー、これは行かないと。行きましょう。とりあえず洞窟の中で聞く感じだな。感じですよ。